がいっぱい。目白がいっぱいいる。来てるかな。めっちゃ綺麗だよ、うん。普通に透き通ってるわ。The past is where it stays. Way back a year ago. じゃあ行きは海沿いを歩いて、先にそっち行って、うん、それから帰りに網代駅の方から回ってくるか。うん。どうもこんにちは、じゅんじです。じゅんこです。今日は網代の朝日山公園というところに行ってみようと思います。最初散歩で行こうかと思ったんですけど、Google マップの方で調べましたところ、片道1時間以上のところにかかってしまうみたいなので、途中に小山臨海公園というところに無料の駐車場がありますので、そこに停めて、そこから網代の市内を散歩しつつ、そこに向かっていこうと思ってます。うちの嫁がもうちょっと後期高齢者なもんで。ひどい。シニアの。ひどすぎる。テニスのお嬢様じゃない、おばあちゃん入っちゃってさ、入れられなかった場合さ展開ができないのかね。あの奥でできんのかな。結構空いてるわ。はい、到着しました。じゃあここから徒歩で行きますよ。カモメトイレが近くにあります。トイレっていう名前だった。屋根が崩落しそうですけど大丈夫ですか。怖い。あ、あそこだけ一個咲いてる桜。本当だ。ほらもう散ってるし、咲いてる、すごい咲いてる。ここでテニスコートがまでやってた。それもトイレかね。そこにあるな。トイレは不自由しないね、うん、でも切れそうじゃねえな。いるかな桜。結構この桜は散っちゃってる ね。これ熱海桜かしら。桜吹雪。桜吹雪結構散ってる。目白がいっぱいいるよ。ほら目白がいっぱい、目白がいっぱいいる。散ってるかな。ジュンジュン飛んでる。すごい。あ、水きれいだね。本当だ。めっちゃきれいだね。めっちゃきれいだよ。海。普通に透き通ってるわ。これが網代漁港。あれ。昔はあそこの堤防で釣りができたんですけどね。うん。禁止になりました。エビ泥棒出没で禁止になったんです。多分あっちのあの山の上あたりから行くんだよな。カモメ隊長がいる。隊長。トンネルの手前の信号とか入ってくるもんね。そうそうそう。結構歩くね。うん、結構じゃない、だいぶで。あそこ止めてきてよかった。うん。なんならこっちとかこことか止めちゃダメなのかな。ここはどうだろう。こんなとこ歩くの初めてかもしんねえな。何回も通り過ぎてるけど、改めてここを歩くってないかもしんない。こんなじっくり見たことないよ。だから建物とか前釣りやってる時にさ、ここには止めないじゃん。向こうのあの、うん、港の方行っちゃうから、うん、深いからな、でっかいの釣れんだよな、うん、ぜひ復活を。この山を登りますよ。うちのマンション見えた。本当だ。あれでしょ、そこです。漁業長が寝てた。漁業長かどうか知らんけど左側に寝てた。ドクターコトーでいうところの泉谷茂的ポジションの人だよ。あそこがさ、マセの工場だよ。ほら、伊豆の踊り子って感じが。めっちゃ上じゃない。この奥にあったお菓子屋さんがあんなでかくなっちゃうのがすごいよな。うん。バス停見なかった。バス停あった。あったよ。ここバス停だって言ったじゃん。聞こえんかった。無視された。聞こえなかった。カツオ発見。俺は分かんないね、事前に見てなかったら、うん、階段になってる、うん、あ、本当だ。いや、これは登ってかんや。ここ上がります。めっちゃすごいな。大丈夫か。なんかさ、一段が高いね。うん、行きます。うわ、マジで高い。やべえ、これやべえぞ。帰り怖いやつ。登りはいいけど、まだ帰りはこっからじゃない道で行きたいな。できれい。なかなかだ。この階段を利用するときは崖崩れに注意してください。ここで遊んではいけません。崩れてくったら。いやいやいや、うわすごかった。やべえやつやん。これ登ったら終わりかと思ってた俺。全然やった。あ、でもすごいよ。本当だ。
見晴らしですよ。この間のみかん畑張りに見晴らしがすごくない。やらしこんな感じを登っていきます。あのトンネルの上通り過ごすんです。そうだね、100円かろうじてだよ。すごいこの缶が1枚でかろうじて乗っかってる苦しい。やばここ、あれまだ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 ですわ。やべえ、まさかこんなきついと思わなかったきっちあのさ、大井川鉄道のさ、あれあればいいと思うよ、うち。いや、そう。だって、下のコンクリ見えたら、やっぱりね、きついみたいですよ、シニアには。苦しい。足が痛い。広い道に出た。やべ。あ、きつい。きつい。こりゃ。しんどかった。超きつい。やばい。息切れがすごいです。すげえ急坂上がってきました。あ、さっきのほら、野生のとこ。あ、どうする、リブケ。あ、すごい。いい景色ですよ。上がってきたら。この景色が手に入ります。すげえ。いかがですか。いい景色。なんでだよ。あれ、どこ行っちゃった。なくなっちゃったよ。置いてかれた。これどっち？そう見えたら二郎駅近道って書いてありますけど、じゃあそっちでもいいんだな、帰りな、うん、やっと看板出た遠い、まだ1キロある。あ、いいじゃん、いろはす100円で買えますよ。あそこ景色すごそうじゃない。うん、すごいね、これはすごい。で工場なんだよね、意外と小さいんだね。あれだけのさ、伊豆中のお土産屋に、だってどこ行っても売ってんじゃん、マセのお菓子、伊豆の踊り子。うん、あ、すごいじゃない。あ、すごいね、あっちの山まで見える。富士山見えるな。すごい、富士山は、もしかしたら富士山見えるんじゃない、これ。富士山はそっちの方だ。あ、なんかうちのマンションの方が割れてんなのかな。本当だ、邪魔ってなってる。あれがマンション、あれがマンション。あ、すごい、端路の漁村が見える。学校かな、あれ、でっかいの。うん、学校あったと思う、うん、こっからだったらさ、あれ花火見れるかもね。あ、見えるね、ここね、うんうん、どこにあんだろうな、ね、俺は厳しいな、うん、本当にあんのかなあ、すごい、すごいな、あれは遠いわ。小山でもきついわ、帰り嫌になっちゃいそう俺は家から歩けとても無理だ現在地仏像さんが、仏像様赤いの着てる。お邪魔します。旅の安全を祈願しましたよ。それだ、学校。あ、これか。すごいね、すごいね。俺は学校やってる時は賑やかでよかったからね。八路中学校。同時には番組の関係者に通報を報告し、出演者の名前を汚す行為になりました。だからしょっちゅう撮影やってるってことだよね、うん、そう、そこまで古くないんだよね、うん、人がいないからでしょう、きっと。ちょうどいい感じの怖さになるってことでしょう、うん、これ体育館かしら。これリンカーンの運動会とかやってんじゃねえよすごいこの木、すごいね、この木、うん、いやーすごいね、これ何これ、すごいこれ、めっちゃすごい。どうしたらこんな風になるのこれ。これで合ってんのか、うん、合ってんだよな、だって間違いようがないもんね、うん、怖い、ブレアウィッチプロジェクトになっちゃう。フリーだまたって感じここすごいわ、人里離れた感半端ねえわうわっかねえ、ここなんか、いやすごい、下見て、あれどうなってんのかと、ノープかなんかかと思ったらさ、ツタがあんな太くなっちゃってる。すごいね、すごい、あ、すごい、ここやっと看板出てきたよ、うん、左。あ、ほらほら、これだ、これ、あ、これだ、突然現れたよ、これ見たかったのよ。徳川家康、秀忠、家光の3代にわたる慶長11年1606年より寛永13年1636年にかけて、うん、すごいよね、ここにさ、うん、なんかくさびみたいのさ、うん、ちょっとずつ打ち込むとこれがバコンって割れるんだろう、うん、こっちにもある、すげえ、すげえよ、これだから江戸時代にこう人間がここでこの石をさ、こんだけくさびでへっこませるってどんな力なんだろうな、うん、すごいね、すごいな、その辺にもみんなついてんのかなと、うん、石大きい石は多分あれだから、あそこスパンとなってから、うん、あそこで割って、うん、切り出して持ってくんでしょ、うんうんうん、なるべく四角っぽい形にして。でもさ、船で運ぶからさ、これをさ、うん、海の方まで下ろすんだよな、すごいね、ほら見て見て、石四角いよ、本当だ、すごい、すごい、今どこ、
これはこんな感じなんだ。ポツンとあるんだ ね。もっとさ、なんか観光施設っぽくしてあるのかと思った。うん、もう上がって公園ってこと。もう公園なの。意味もちょっとよくわからないんですけど。って言いますか。うん、手の入ってないから半端ないね。うん、あとここより旭山山頂まで6分、展望広間まで4分。本当？行っていいのこれ？すげえんだけど道が。これですよ。嘘でしょ？見てすごいよ石。石がすごい。石すごいっていうかこれ大丈夫ここ登ってって。すごい。危なくね？石がいっぱい。本当だ、すごい。うん、よいしょ。いや滑るな。よいしょ。別の行き方できないの。あ、ここも滑りそうで怖い。よいしょ。やべ、これこの靴じゃダメだった。トレッキングだったここは。これ山頂。え、そうでしょ。マジかよ、無理じゃね。嘘、これ以上は、うん、無理だよ。ここまで。山頂。これ山頂。このやぶいかないと無理だもん。やめよう。あ、たどり着いた。いや、やっぱり整備された道っていいもんですね。ほら見て、ここから見たらすごい。すごいね。どうしてこうなってんだ。これ放置したやつなのか、うん、それとも、もうなってたところから通るのか、それから掘って切り出すのか。そう割れてんのって上くさび打ってあんのかな。ちょっと見てきてもらっていい？なんでだよ。もう行かねえよ。あ、海が見えるよ。本当だ、チラ見えですよ、海が。あっち汗だくになっちゃった。うん、こっちは整備されてる。あ、見て、お花見できるよ。梅だよな。うん、梅だね。梅が咲いてました。すげえ。あー、すごい。すごい、正面に大島です。すごいな、ここ。左に初島です。まだ中段なので。上段行きますか。上段行きます。上段じゃねえって感じ。ヒューヌ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 ーさっきのあの道からどうやって頂上行くんだろうな。恐ろしいな、うん。ああ、じゃあ頂上で一服しよう。暑い、やべえ、汗だくだ。これはもうランニングと短パンでよかった。そう、それ言ったら、あのね、勝手に振動バットの時の桑田佳祐の格好。それでさ、リュックしょったらさ、おにぎりが美味しいんだなってなっちゃうよ。お、来たか。ああ、なんか開けてる、すごいね、こう。もう来たよ。到着。すごい、すごい。ああ、すげえな、これは。ここは旭山。違う、山頂だって。絶景かな。すごいね。三浦半島先端城ヶ島。三浦半島あっちやな。うん、そうだよね。あの霞んでる方が三浦半島だよな。うんうん、手前真鶴半島だね。うん、だからこっからさ、石をさ、ゴロゴロって下ろしてさ、船で行ったんじゃね。すごいね。すごいね。こんなとこから石下に下ろすなんて言われたらたまたまじゃねえよな。うん、なんだよ、そんなやりたくねえよっつったらさ、刀でぶった切られるんだろ、きっと。うん、なんて書いてある。富士山が見えるよだって。やっぱり見えるんだ、ここから富士山が見えるよ。うわ、すげえな、この道。マジかよ、これ行けんのかな。そっちの先っちょに見えるんだろうな、きっとな。うん、あ、うちのマンション見えた。本当だ。もう来ちゃないけど我慢できないで座っちゃったよ。今ここでしょ、うん、降りたらここの辺に出るんだよ。だって本当マジでね、あんな木の階段じゃなくてね、ちゃんとね、うん、作られた階段だったよ、コンクリの。じゃあ行ってみる。うん、よいしょよいしょ。本当だ、こんなところにも最新入れることがあった。お願
願いしてきた。帽子かぶったもん、しちゃった、うん、お願い叶ったらお礼前に行くの大変だな、ここでもしたらこっちから上がってくればいいじゃん。マジでこれ戻んのきついよ、行けなかったら。すごい長い下りだよこれ。恐ろしい道だな。こっからコンクリートはでも、うん、コンクリでできたとこだから。だってハイキングコースって書いたんだよ。ハイキングコースっつったってよ、最後に掃除したのいつだよっていうぐらい枯れ果てのさっきのほうき持ってこなきゃほうき持って歩かなきゃな。すげえ傾斜だよこれ。うん、すごい。だってこれだけ登ってきたんだから。やべえよこの道、まだまだ車まですげえ遠いんだよな、こっから。うん、だいぶやんだ。それは言わないで、車のことは言わないで。降りましたよここは。すごい、こんなとこ見た。いや、まだまだ下るわ。あ、ここのプールだよ。いけんのこれ。いけるでしょ。とても不安。ハイキングコースだよ。どっちな、まっすぐと左と選べますけど。まっすぐは行けませんよ。お、なんか人の気配する。うん、やっと人に会えたっての。すごい、すごい。学校の裏側すごいね。うん、廃校になったところそのまま残ってんだもんな。ね、よかった、出れたよ。うん、あんなにさ、苦労して登ってった分さ、あ、ここから行けばよかったじゃん。めっちゃ地形じゃん、ここから行ったら。知らんかった、知らんかった。でもここから行ったらあの石見れなかった。あ、そっか。ここに書いてあった。見て。朝日山。あ、ほら、本当だ、こんなとこに書いてあったの。ここに書いてあったよ。これは見えなかったな。なんか無事に降りれてよかったね。ね。あそこをまた降りるのかって思ってたでしょ、だって。うん、1.9 キロ、こっちだと 1.4 キロ。500メートルも近い。左はやべえな。左はやばい。あれ？道続いてんのこれ？こっち？ん？どうなってんのこれ？こう。なんか普通人ん家みたいになっちゃったよ。矢印近道って感じだね。これ行くの？ここの路地っぽいよな。マジかな？これ行ける道なの？矢印近道って書いてあった。すごいねこれ。あ、これじゃない？ほら。バイトあるし。ここ。これわかんねえな、うん。結局調べる時間考えたらさ、普通に行った方が早かった。うん、面白いなこの道、うん。電線がさ、手が届きそうなぐらいのところが通ってて怖いんだけど。いい感じだよここ。懐かしくないこういうの。マジロンの道。NEC 日本電機って書いてある。うん、これはまあ歩かねえなこの道はな。うん、ああ、ちゃんとした道に出た。うん、黒咲いてる、黒咲いてる。日が陰ってきちゃったね。うん、あれなんだろう。あ、ここか。うん、これトンネル前の歩道橋じゃん。うん、ここに出た。あ、ここに出んだ。初めて来たわ。あ、こうなってんだ。あ、ここ初めて。この歩道橋初めてだ。うん、あ、痛い。いや、膝は。いや、でも近道だったね。よかったね。うん、これ湯気が見えますか。見えますかね。温泉の水流してるからさ、うん、湯気が上がって上昇気流でうわっと風が上に行くけどさ、うん、温泉だけじゃなくてさ、生活排水も流してるからさ、うん、臭いのがもわってくる。着、うんうんうん、きました。着きました。網代駅。団子ないかな。団子のせ、のせ、安瓶売ってるよ。安瓶、安瓶って何？分からん。安瓶販売しておりますけど、本日完売ありがとうございました。あ、よかった。暑いね。残念、なかった。どれ買ってくる？お団子ないよ。うん、なかった。安瓶ある。ありがとうございます。はい、はい、すみません。本当が風地地区のあれ、ほら、看板がある方に。この間見たやつ。本当だ。第一網代。うん、地元が風地地区、一切読めないな。何が書いてあったんだっけ。なんか、なんとかの最初とか書いてあった。うん、あ、黒船。黒船。はぁ、疲れた。疲れちゃう。マジ疲れた。いや、疲れました。安瓶いただきます。マセの安瓶、これ草安瓶です。安瓶食べたことないっけ。
うん、大福だよねこれ、うん、めっちゃもちすごい弾力がある。うん、うん、これ美味しい。子供の頃餅つきして食べた味、うん、うん、これは美味しいわ。こういう大福って売ってないよ。うん、お子さんの香りがすごいね、うん、これは当たりですか。うん、そう思った。なんか久しぶりに食べた感じ、うん、こういうなんかちゃんとした、うん、まあ、和菓子屋さんあんまり行かないからね、うん、これは食べる価値ある感じ、うん、どうせあの山崎とかと一緒だろうって思ってたから、うん、違うね、本当だ。甘さ控えめで美味しいです、うん、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。